はい、今回はですね、この粘土から指跡を生かした皿を作ってみたいと思います。作り方は玉作りっぽい作り方なんですけど、玉作りって一般的にお茶碗とか湯飲みとかこう立ち上がったものを作るのに割と適してると思うんですけど、お皿、ちょっと作りにくいかもしれないですけど、指跡を生かすためにこの作り方やってみたいと思います。まずはですね、この粘土、こうスタートの形が結構大事で、いびつな形から始めてしまうと結構あと大変です。今回の作風はですけどね、荒っぽい作品作るときは全然こういうところからスタートしてもいいと思うんですけど、終わったときに、ああ、この形をちょっと作るんだったら最初大事なんだなっていうのが分かると思います。できるだけこう丸い形にしてあげて、で真ん中に置きます。で軽く潰してあげて、真ん中かどうか、上が平ら、同じ厚みで、平らじゃなくていいですけどね、こう同心円状の高さが揃ってればいいんですけど、大体真ん中にありますね。このぐらいだったら、このぐらい揃ってたらいいと思うんですけど、仮にちょっとずらしてみますね。こういうふうにね、中心からずれてつく場合もあると思います。これを真ん中にね、持ってきてからじゃないと、あとまたこれも大変です。で、これの直し方というか考え方はですね、こう指あてがってあげて、指動いたらダメですよ。こう回転につられて動かないように、ある一点でこう止まって、こうドンドンドンってぶつかるとこはありますよね。そこをタイミングよく止めてあげて、ドンドンドンってぶつかるとこですね。で、ぶつかるところが中心より外側にずれてるっていうことなので、ちょっと押してあげます。1回では多分治らないので、もう一遍ドンドンドンってぶつかるところをタイミングよく探して真ん中に持っていきます。ちょっと上が同じ高さになってなくて、高いところと低いところあったので鳴らしました。で、中心のズレもこのぐらいが許容範囲だと思います。そしたら、まず全体をこう潰していくんではなくて、その方法がいい場合もありますけどね、今回は真ん中、ど真ん中ですね。ど真ん中を、ど真ん中から厚みを完成させていくっていう感じですかね。今回は高台はなしのタイプで作ってみます。なので、そこ全体薄くていいですね。で、中心に圧をかけてるんですけど、中心だけに圧をかけた方がいいわけではなくて、親指の、ね、この辺からグーとこの辺まで当たってるところは全体が圧かけてる感じです。で、真ん中を大体7ミリぐらい。これもお好みですけど、最後にね、ワイヤーこう通すんで、7ミリに作っていても、カットしたら中心部分は多分、3ミリぐらいは取られちゃうと思うんですよね。2、3ミリは。なので、それを見越して、7ミリぐらい厚みを残す気持ちです。ただ、断面が見えればね、分かりやすいんですけど、この上からの見た感覚でしかないので、ちょっと難しいですけど、針を刺してもいいですし、針を刺さないまでも、ろくろ、上から見てろくろの面までの距離感と、この底の距離感のこのギャップで判断ができるようになるといいですね。で、時々というか頻繁にですね、指濡らしながら、水をべちゃべちゃつける必要はないので、
湿らせながら乾いてない状態をキープしてください。で、真ん中が、まあ、一応ね、仮に分かりやすい7ミリになりました。そしたら中心からちょっとずれたところを押して中心と同じ厚みにしていきます。で、一周したらまたちょっと外ですね。で、人差し指とか中指にはほとんど圧をかけてなくて、親指で外に押し出してる感じです。で、この指に力が加わると湯飲みとかね、お茶碗とか作るときはその方が立ち上がってくれるんでいいんですけど、今回はお皿を作っていくので、まあ、ただ触ってるぐらいですね。あとここに入ってるひびは普通の作品であればもうね、割と早い段階でこう撫でて消してあげた方がいいんですけど、今回はこのね、ひびも指跡も生かします。このひびを生かして作ってみたいと思うので、撫でたりしないで進めていきます。で、この土は粗い土なのでよりこうひびが入りやすい土です。で、またもう今の段階でこの部分は7ミリになってます。どうですかね、このひびが入った表情。結構ね、土の個性が出て好きなんですよね、こういうの。で、どん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 外側外側にずらしていって、ちょっとね、ここが薄くてこっちが若干ですけど厚いんですよね。で、この状態からこの厚みを外に持っていくのって意外と大変なんですけど、ちょっと厚みが揃ってないので、もうちょっと手をかけて薄くしてみます。ちょっと外に送り出すような感じですね。指跡を残すので、それも意識してできるだけ均等な力で、できるだけ同じピッチで横に移動していってあげるといいですね。結構ひび入ってきましたね。やっぱりこういう作風は割れのリスクもあるので、それも織り込んで作っていきます。で、そしたらここ少し立ち上げていきます。今度は立ち上げるので、外側の人差し指と中指、この力も入れて立ち上げていきます。少し寄せる感じですね。この時に親指に力も入るんですけど、横方向に力入れていいんですけど、こう下に力入れるとせっかくこう平らになってきた面がここだけね、グッとくぼむ場合もあるので、くぼみやすいです。なので、ここの力の入れ方気をつけてください。で、つまんで寄せながら上に伸ばしてます。まあ、こういうひびひびの残った作品がね、作品が、まあ、あんまり一般的ではないので、本来なら早い段階でこのひびしわは撫でてあげた方がいいです。
こういう作風が良ければちょっと真似もしていただいてチャレンジしてもらいたいんですけど、高さが違ったからっていってこうカットができないので、本当にこう一番最初の段階から中心ずれないように気をつけてあげる必要がありますね。で、少し倒してみますね。で、この時また外側はあまり力入れないで親指だけ圧をかけていきます。ひびがねきっかけになって裂けることもあるので、その辺よく観察しながらやってます。これ湯飲みとかね、口を当てる、直接こう器に唇を当てる器には向かないですね、やっぱりね。こう箸でつまむようなものとか牡蠣とかにはいいと思います。あとでもう少しアップにしてこの口元を撮影したいと思うので、この細かいところはあと確認してください。切れちゃうかもしれないですね。こんな感じですね。手びねりらしい揺れのある、作品です。そういう中でも金星の取れた作品っていうのを作ってみました。はい、これは、乾燥させて、裏のね高台の腰のところだけ軽く削りを入れて、裏は平らなまま切りっぱなしにして仕上げていきたいと思います。